勤交流のランキングを教えてください。関西の中堅私立大学群三勤交流やな。知らん人のためにも正式名称を貼っておくとこんな感じ。ほんで偏差値のランキングにするとこうなる。もちろん学部によって上下するから完全にこの順位ってわけじゃないんやけど、一番人気なのはやっぱり近大やな。学生数は3万人超えで、2022年度の志願者数は157,470人。これは9年連続志願者数日本1位を誇ってる。他にも近大まぐれで有名やったり、広報に力入れてんのも印象的。三勤交流で唯一医学部と薬学部がある。ほんで龍谷は大宮キャンパスが重要文化財にも指定されてて、仏教の思想を必修科目で学べんのも印象的。京さんは就職に力入れてて、1年次からキャリア形成支援教育科目を取り入れてる。卒業後のキャリアまでサポートしてくれるのはありがたいよな。ラストのコーナーは学生数約9000人のミディアムサイズの総合大学で少人数教育を導入してる。学生と教員の距離が近い。資格取得とかいろんな支援制度を受けられるのも強みやね。みんなは三勤交流やったらどこに行きたい？コメント欄で教えてな。チャンネル登録も忘れずに。